まずこの34に関してはですね、今開発中の R3 エンジンを積んでます。で、タービンがちょっと大きくなってて、新型で開発されてるん でそれをまあ乗ったんですけども、すごく扱いやすくてパワーもあって、すごく乗りやすかったです。はい。であと産後の方は、かなり手が入ってまして、まあ当然見た目 の, そのエアロがついてるものもありますし、あとはフロントデフとリアデフも、メカデフが入ってて、であとは、ダンパーはオーリンズの 4way がついてます。なのでその辺をかなりいろいろとセッティングをさせてもらったんですけど、非常に、この本コースもショートコースも走って、すごく乗りやすく、仕上がってると思うので、ぜひ乗ってもらいたいなと思います。はい。